庭に敷き詰められた土は見る日によって色が違う。土の中にはプラートゥムという小さな虫たちが住んでいて、彼らが土の上に顔を出しているときは庭は緑色、土の下に潜っているときは茶色になる。何も忘れることができないから、ある一日を思い出すのに一年かかる。ひしめき合う細部を一つ一つ反芻しなければいけない。穏やかな窪地に沈みながら、向こうに年々小さくなって消滅しかかっている海が見える。本当は湖なのにあまりにも大きいので海と名付けられた。たくさんの水路が水を吸うから痩せ細って、今は水たまりくらいの大きさ。その映ったもの、映ったものの、その奥のなんかその神話のつながっている世界みたいなものを見始めると世界が全部つながっていくっていうのかな、なんかこう連続していく。ここは確かに美術館の展示室であるっていうことと、車の街の、あの街トヨタの一角であるっていうことと、それからあの世界のどことも知らない、まあ、戦争だとか災害の、被災地であるっていう。